なるべく振り遅れないあの今結構ラケットを上から振れるように練習してるんで、これを普通の突き打ちだともっと速いスピードで低いので連続で打つんだけど、まあ、サーブを出して相手の突きが甘くなるとか、レシーブストップして相手の、まあ、3球目のダブルストップが甘くなった時のためにこれしっかり一発で決める練習、普通の突き打ちだと違うチャンスボールを全部一発で打つっていう練習、試合でもよくこういうチャンスボールを見せるとやっぱり結構精神的ダメージがしっかり一発で打ち抜くっていう。